んにちは、スーパーモンキーズの伊藤です。本日から小豆島ツーリングに行きたいと思います。小豆島ツーリング N 番に、リード乗せていきたいと思います。それでは出発です。高松西で降りましょう。さあ、フェリー乗り場到着です。高松港到着です。小豆島到着です。上陸です。草壁港に到着です。オリーブ公園を出発しまして、
先の文教場の方に、映画村の方に行ってみたいと思います。さあ、岬の文教場を見てまいりました。小さい中の椅子からあの机から全部小さいです。それでは映画村の方に行ってみましょう。さあ、映画村見えてまいりました。結構車たくさん止まっております。給食ということで酒割れスプーンになっています。さあ、いただいてみましょう。ではアルマイトあるんです。カレースープ、カレースープなんかあったかな。カレーうどんあったな。なんか計算できる。みんな牛乳です。さあ、パンです。これはでかいな。これこんな砂糖のついたのはなかったですね、昔は。
さあ映画村、見てまいりました。給食セットを食べたのでちょっとお腹が膨らんできました。私たちの頃にはあんな揚げパンはないし、カレースープというのもなかったですね。アルバイトの器だったのかステンレスの器だったかは怪しいですが、いいもの食べさせてもらいました。それでは、小豆島の有名なマルキン醤油に寄ってみましょう。マルキン醤油です。さあそれではマルキンの醤油ソフトを食べてみましょう。はいどうぞ。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。醤油ソフトをいただきましょう。ん？あー、醤油の味が後からしてくる。マルキン醤油出発いたしました。醤油ソフト、一口目ではすぐは醤油と分かりませんが、次第に醤油の味がしてきました。結構美味しかったです。